Yo guys, what's up? It's me Jet451 Gaming and welcome back to another Rise of the Ronin gameplay part 6. Before I begin, make sure to like, comment, share and subscribe with all notifications turned on so you don't miss any future videos. Okay, let's begin. Oh,わしもちょうど今来たところじゃ。さあ、入るぜよ。 君たちにも話しておこう。我らは今、イギリスが御殿山に建てている公使館を焼き打ちする計画を進めている。もちろん容易にはいくまい。なんとか事をなせるよう、新たにうちの若い藩士たちにも加わってもらうことにした。さらに、御殿山を見張らせて、人の出入りを探っているのだが、その中で、 異様な手を持つ侍を見たという話が上がってきている。君が探している鬼の手の侍のことじゃないかね。どうだ、我々に力添え願えるかい？ Not me, I can use a lead on them. ありがとう。助かるよ。 坂本君もお願いできるかな。ぜひとも君の腕を借りたい。公使館は赤鬼のお気土産じゃしきく。捨ておけんか。わかった。桂さん、わしも連れて行ってくれるかい。ありがとう。頼んでおいて申し訳ないんだが、今回私は行けそうにない。今長州の殿や 家老たちに話を通しているところでね。草加君たちは御殿山の近くに集まっている。行ってやってくれるかい。おまんもいろいろ準備がいるじゃろう。後で御殿山の近くで落ち合うぜよ。 公使館というより要塞だな。ああ、アメリカの勢いが弱まった今、イギリスの力を見せつけようって腹だろ。あれが完成したら厄介だ。動きづらくなる。草加、待ちわびたぞ山形。伊藤もよく来たな。少尉先生のことは無念の極み。しかしこの山形有朋が 必ずや先生のご意志を果たしましょう。よし、高杉さん、ご無沙汰してます。伊藤、お前の出番だぞ。ちょっと手荒なことをやるんでな。っていうと、あの建物を派手にとか。ああ、赤鬼退治の次は異人狩りだ。奴らが持ち込んだコロリごと焼き尽くすさ。 上位の狼を挙げてやる。<笑>ああ、お前か。おお、おまんか。待ちよったせよ。見えるだろう、イギリスの偉人様は大層な出城をご所望だ。 随分な勇士のようだ。親玉のオールコックとやらは。お前は陽動藩の方に加わってくれ。低地にある土取り場で暴れ、警備の物の目を引きつければよい。その隙に伊藤と山形率いる火付け藩が公使館に火を放つ。ひとしきり暴れたら、そのまま公使館まで攻め上る。皆で合流し、あわよくばオールコック目の首を取ろう。 Yes, I'm ready when you are.
なかなか飲み込みが早いな。よし、我々も配置につこう。Let's go。具合を見て始めるぞ。俺たちは誰にも止められん。ああ、期待には大いに応えよう。今じゃあるまい。
Okay, I need to go up this way. Where is it going? Let's go, Rocky. What on earth just happened there? Some kind of glitch. やりましたよ。だがオールコックめがまだ見つかっておらん。厄介な護衛が付いている。野蛮だな。怪我人が見えないのか。出たぞ。万人め。しつけがうまくて何よりだ。お前、何を企んでいる。これでイギリスを煽る手間が省ける。
これはなんぼなんでも。これは上位の呪しだ。始まりの合図に過ぎない。この国の民よ、目覚めよ、目覚めよ。これじゃいいの赤鬼と変わらんぜよ。松陰先生、私は おまんもそうかい。関係ないもんまで傷つけて、成功も何もないじゃろ。あんなやり方で新しい国の形。私はそういうのが苦手での、今は考えても仕方がないぜよ。よし、わしは吉原に行くぜよ。元帥たちももうつい入るとするかい。せそしたら建ててた館を燃やされてよ。偉人のお偉いさんが尻尾巻いて逃げてくださいそうそう、いい気味だぜ奴らよ。俺の女をかどわかしやがったからな。それから怪我しちょった門の姿が頭を離れんぜよ。せっかく遊郭に来た中聞いているかね。我が奥義を見よと言っているのだ。勝つ。なあ、君たちからもこの御神に言ってやってくれ。我が奥義は一見の価値がある。そうだろう？何を言う。酔っ払ってなどいない。お前たち、こいつの知り合いか。どうにかしてくれると助かるんだが。すっかり出来上がっちょるの。こうなるとわしでも手に負えんのじゃ。そういえば君にも見せたことがなかったな。行くぞ、我が奥義。こうしておれん。ありがとうよ。助かったぜ。じゃあな。なんぞ遊郭に似合わん男じゃったの。何もんじゃろうな。
坂本さんたちか。先に始めておったぞ。改めて上院先生のご意志を継ぎ、上位の一端を成したことに乾杯。公使館などコロリを撒き散らす源になるだけだ。焼き払えてよかった。コロリといえば、犠牲者の霊を慰めるためにこの度隅田川で大花火を打ち上げるそうですね。民草の機嫌取りだろうが、花火は悪くない。派手に打ち上がって綺麗に消えちまう。俺もそういう生き方をしたいもんだ。諸君、聞いてくれ。次の段階へ進む時が来たようだ。我らは赤鬼を討ち、イギリス公使館を敗にした。この勢いに乗り幕府を倒す。弱腰の幕吏どもに代わり、我らの手で西洋に飲まれぬ国を作るのだ。ええ、松陰先生の目指した世を作りましょうぞ。倒幕への第一歩として皆に提案がある。勝海舟を斬る。赤鬼なき今、幕府の中枢を担いつつある男だ。奴が隅田川の花火に出張ってくるという話を耳にしてな。勝つか。口先だけの成り上がりだと聞くぜ。そんな奴を斬って何になる。私は成り上がりだからこそ侮れないと睨んでいる。もとより酔っ払いのお前など頼みにしていない。人目を引かぬためにもこたびは人数を絞ろう。今から我らで隅田川に向かい勝を斬る。どうだ。好機逃すべからず、宴席はまた改めて設ければよい。よし、頼むぞ。坂本さんもいいですね。松陰さんの理想のためなら手を貸してもええ。善は急げだ。先に行って下見をしておきます。吾妻橋で落ち合いましょう。え？迷わず来られたか。勝はお偉いさんだ。大方奥の方の船に陣取っているだろう。花火が始まったら人目につかないやり方で奴に近づいてくれ。船の屋根を伝っていくか、川を泳いでいくか。奴を斬るのは腕の立つお前と坂本さんに任せる。私はここに留まり、幕吏どもが寄ってこぬようにしておこう。よし、勝を撃つ準備は良いか。I'm ready. 時期に花火が始まる。しばし待っていろ。In the store. 腕が鳴るわい。Let's go.Thank you.
たの。穏やかじゃないね。ただの喧嘩ってことにしねえか。おいおい、ここまでとは。
られねえ流派だな。なかなかやるねえ。いや、ひったら気合い入れるか。やるねえ。幕府と戦をおっぱじめようってやからに吹き込まれたんだろうな。戦なんざつまらねえ。戦に使う火薬を集めてみろ。これよりすげえ花火が打ち上げられるってもんだ。This guy is strong.I guess we're not, I don't know if we're gonna kill him then. もともと松陰さんに手出したのは幕府の方じゃ。わしは恩師らを許せんぜよ。だから幕府を倒すってのかい。で次はどうする。まさかその刀で黒船を沈めようってんじゃねえよな。じゃあお前はどうしよう言うかじゃ。明暗があるっちゅうなら言うてみ。俺は日の本にも軍隊を作るつもりだ。こっちにも黒船がありゃ、偉人に舐められることもねえと思えよ。違うかい？それに倒すも何も、幕府はもうとっくに死にてえなんで、中から見てりゃ一目瞭然よ。ならば、幕府を倒すより、内から立て直す方が手っ取り早い。どうだい？お前さんたちも手伝っちゃくんねえか？暗殺や焼き討ちなんざ目覚めが悪いだろカツさんから手紙が来ちょるぜよ。早速わしらに手伝ってほしいことがあるそうじゃ。半夜以来腕がムズムズしよっての。後ろぐらい真似をせず、今国を変えられるのならそれに越したことはないち思うたんじゃ。今の日本を変えたいちゅう思いはあいつらと同じじゃ。けんど現在のやり方では新しいものは生み出せん。勝さんは新しい日本の形を思い描いちょる。屋形船で会う人の言うたことを覚えちょるじゃろ。こうなったのも何かの縁じゃ。まだ迷いはあるけんど、わしは会う人との因縁を信じて行けるところまで行ってみたい。もちろん現在たちとこれにてごめんちゅうわけにはいかん。今は勝さんに協力するけんど、いつか話をつける気。ほいたら赤坂にある勝さんの屋敷に来てくれんかい。そこで勝さんが待っちょるはずじゃき。
励んでおるか。よう、来やがったか。一応念押ししとくが、もうお前さんたちとやり合うのはごめんだからな。大丈夫じゃ。勝さんを信じてみることにしたき。なら追っ始めるとするか。幕府を立て直すには西洋に学びつつ、同時に日の本の強みも生かせるよう立ち回らなきゃなんねえ。だが軍事、医学、武芸、どの分野も今は人材不足だ。そこでお前さんたちにも手伝ってほしいというわけさ。そいつは頼もしいが、お前さんたちだけじゃ足りねえ。近々ある計画のため腕利きの剣士が大勢必要になる。龍馬、お前さんは北進一刀流だろう。清川八郎は知っているか。ああ、何度も立ち会ったことがあるぜよ。兄弟子みたいなもんじゃ。なら幕府に手を貸してくれねえか頼んでくれ。清川は千葉道場にいるらしい。龍馬が行けば話が早いだろうよ。そうか。じゃあ一つよろしく頼むぜ。 I have no more questions。 悪いが俺他の仕事もある。一通り終わったら最後にここへ知らせに来るようにな。軍事の件はおまんに任せてええかい。わしは昔から兵法云々はどうも苦手じゃき。すまんの。もちろんおまんにばかり押し付ける気はないぜよ。わしもできる限りちゃんと働くき。お前は ああ、そうだが。ほう、お前が例の助っ人か。勝からはただ者でないと聞いているぞ。改めて、私は幕府海軍軍艦頭の榎本武明だ。視察のため今日はこちらへ出張ってきている。先ほど幕府の兵とフランス軍で模擬戦をやったが、まるで歯が立たず、軍事顧問のブルネ殿に呆れられてしまった。ブルネ殿に見放されては幕府軍の吉家化も頓挫する。日の本にも強き兵がいることをお前の手で示してもらえないか。そうなのか。とにかく助かるぞ。よし、中へ案内しよう。フランス軍はこの先にいる。任せたぞ。やるぜ。
言うなよ。カツ殿の言っていた余興とは、もしやお前のことか。お前、冗談は本…すまない。カツの意向で、フランス側にははっきり模擬戦の続きだとは伝えていなかったんだ。危なくなったら止めるつもりだったが、まさか…本当にフランス軍の陣地を落としてしまうとは。そうだな。この国は見限るには惜しい。お前に、榎本殿、依頼通りフランス式の連兵をやってみよう。ただし、こいつのように著しく秀でた腕を持っているならともかく、こうに焦ってよって身分を問わず壮健な若者を集めてほしい。分かった。できるだけ。悪いが、私はまだ浅草にいる新門辰五郎という人に今の話を伝えてくれ。よろしく頼む。Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe with all notifications turned on. So you don't miss any future videos. Okay, see you guys in the next video.